はい、でこれが2枚目かな。インカムタックス、インカムタックスリターン、タックスエスティメイト、まあ確定申告の内訳と確定申告の結果かな。レスオフセット、これは相殺をした額だね。オフセット相殺、まあ俺もよくわからないけれども、まあ大体去年の稼いだ額じゃないな。タックスペイエイブルオンタックスゼイブルオフゼイブルインカム、うん、わかんねえ。まあ誰かこの動画を見てこの項目、あこれこうじゃねっていう人、なんか書き込みでちょっと教えてください。めんどい、あんまちょっと見づらいな。まあ大体タックスウィズヘルド、ウィズヘルドっていうのは源泉徴収って意味 でサラリーウェイト&ウェイジタイプインカム、まあ収入だよね。でこの8000ドルっていうのが、まあ 前年度、この下の項目がフィッツロイアイランドか。フィッツロイアイランドで今まで稼いだのが8388ドル。上のここ、があれだね、キングスクリックステーションだね。でまあトータルでタックスバック7000、サブトータル概算が8388ドルなんだけど、なんで概算と実の金額違うのか、これね書いてね、これどこの項目見ても、これ上が8388ドルだべ、8388ドルだべ、ここも引かれてないんだけど、このなんで7919ドルになった、若干謎の残る、まあ、最後のね、確定申告、まあワーホリのに来てる人間、特に日本人っていうのは英語疎くてこういうめんどくさいことできないんだよね。特に日本じゃもうこういうめんどくさいことは俺慣れてたし、むしろこういうの好きだからできるんだよね。でまあただ単に日本に帰ってやってもいいんだけど、その場合には多分、何も戻ってくる額っていうのは自分で実際取り戻すよりも少ない金額になると思う。例えば日本からオーストラリアに日本の、そういう事務所を使ったとしたら、まず手数料とかで俺が見た安値では95ドルかな。でプラス銀行口座とか閉じてるし、まずトランスファーフィーだよね、まあ換金手数料だよね、換金手数料足す弁護士の経費、あと現地の弁護士事務所にもお金を落とさなくちゃいけないから、もっとお金がねかさむと思うので、しかもあとは受け取り口座の受け取り手数料でしょ。で一番安くて新生銀行の口座2500円でしょ。で次に安くて三菱 UFJ の俺が今使ってるやつは5000円だよね。でこれが1万ドルかかるかかからない、1万ドル以上まとめて送金であればただになるんだけど、1万ドル以下だとねもっと手数料取られるよね。まあ、あとは日本で言えばそのマネーファンド、外貨をどこの口座から日本の口座に送るか、俺は今一番安いのはカレンシーだからカレンシー使ってるんだけど、その他の新生銀行だったり、国際銀行の国際都市かもな、三井住友だったり、まあ、あとはそんじょそこら辺の理想な地方銀行はベートル以外使ってないから そこら辺分かんないけど、そこら辺のものを使うんだったらもう現地で、トラベラーズチェックに換金しちゃって郵便局でやった方がいい。これは
数あるインターネットの情報からは出ない、実際にやらなかったらこれは分かんない。まあ、今トラベラーズチェックも換金手数料値上げして、値上げしたのか、もう去年は 2% だったけど今年から何パーか分かんないけど、まあその辺あまたブログで書くわ。ちゃんとねポチとかしてね